はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、バンキッシュソウルデッキをね、ご紹介していきたいというふうに思っておりまして、バンキッシュソウルというデッキなんですが、これ、皆さん、診断でね、実装されて使ってる方も多いかなと思うんですが、これ、このデッキの特徴。まあもちろんね、手札を見せていろいろ展開することはできるんですけども、意外とね、バーンダメージが結構あるっていうところなんですよ。例えば、ヘビーボーガー君は、地下、炎のコマンドを入力すると相手に1500ダメージを与えるというね、効果一応一手こでつけるんで、これ、自分のターンと相手のターンにつけばもう3000のダメージを与えることができるということで、めっちゃ強い。で、破格のバーンダメージですね。で、あとね、この、スノーデビル。これも、闇、地、炎のモンスター全部見せると、全部で1800のバーンダメージが与えるんですよね。400、600、800全部使えるんで。だから1800バーンダメージ。で、こういうバーンダメージがそこそこ多いということに加えまして、この、ジャオロン君がこれ源流族になっていまして、しかも炎属性のね。というところで、源流族モンスターをぶん投げて特殊召喚できるこの、双剣軍師、リュウエンさん。これ七星竜炎さん出せるじゃないですか。七星竜炎さん、これもバーンダメージが与えられるんですね。ちなみに竜炎さんももちろんバーンダメージがありまして、1200バーン、シンクロ素材として墓地を送られたら、1200バーン。で、さらに、この七星竜炎さんが、相手がモンスター特殊召喚したら、そいつ除外して1200バーン。さらに魔法トラップカードが発動したら1200バーンっていう、除外して。だから、実質、七星竜炎からの七星竜炎っていうのが、3600バーン。で、ヘビーボーガーが3000番。で、スノーデビルが1800番。これ全部足すとですね、8000超えるんですよ。だから、理論上、バーンダメージのみで勝利することができます。で、しかも、ジャオロン君が源流族なんで、竜炎君のコストにもなるというところで、今回は、戦闘ダメージを一切与えずに、効果ダメージのみで勝利を収めるというね、バーンキッシュソウルデッキ、これ、お見合いしていきたいと思っておりますんで、やっていきましょう、早速。デュエル、スタンバイ。ハンド、まあまあ強いんじゃねえか説、あるな。あると思います。クシャトリはフェンリル特殊召喚。これ、フェンリルがマジで優秀。本当に。このモンスターさ、盤面にモンスターとして妨害出てきながらさ、地属性か炎属性サーチできるって、これ完全にバンキッシュソウル新規じゃない、これどう考えても。で、純正義になってしまった強欲で動画の壺発動決め、この除外方法マジキモいよな。結構キモい。なるほど、ハンド強いな。ステック言わそう、ステック言わそう。これは炎属性見せないといけないな。ラゼンボバック、お相手なんもねえぞ、おいマジか。これマジでこれ、これ感度強くて、これワンチャンこれバーンダメージで勝てる説ない、これ。ヘビーボーグ、ヘビーボーグ、これマジで効果ダメージのみ勝利出るんじゃねえ。で、炎属性を、見せつけて自慢すると、ジャオロンが出せまして、で、なぜか4ヶ月しか経ってないのに実装されたジャオロンの効果を発動していく。で、デッキから、バンキッシュソウルカードを持ってくることができる。これは何が足りねえんだ、これ多分闇だな、これ。これ闇が足んねえ、多分。で、これマジパズルなんだよ。結構難しいんだよ、これ。結構パズル。結構パズル。これね、これでいいと思う。で、これで、召喚剣使ってないんですもんね、僕ね。マットラブ召喚してできますもんね。で、ヘビーボーガーで、これ、ドローじゃなくてバーンダメージいきます。地と炎を相手自慢して1500バーン、つえー。で、マットラブ召喚して、で、ドクターの効果で、お薬出しておきますねって言って、これ持ってくるでしょ。でだ。あ、これ戻せるのか。戻せる。戻せるのか。戻す。これ戻す。戻したら強そう。ちょっとドクターマットラブで手札の、属性回収するわ。闇と地戻し、見せつけて、で、守備力が低いモンスター戻せるんで、これでラゼン戻すでしょ。で、これで相手のターンにラゼン出せるもんね。で、これでバンキッシャー出して、いや、これだいぶ、これだいぶ強いでしょ。これマジで効果ダメージのみ処理あるぞ。で、双剣軍師、リュウエンちゃんの効果によって、ジャオロンをぶん投げて特殊召喚。
で、これ源流族なんですよね、ジャオロン君。都合よく。炎属性の。で、あ、ちなみに、龍炎さんも炎属性。さあ、行け。レベル6の。裏切り者龍炎に、レベル4のチューナーをチューニング。バーグおじさん双剣大蛇姿勢龍炎を特殊召喚。さらに、龍炎の効果によって戦略バーン。そして、ロックオブバンキッシャーの効果。自分の墓地からバンキッシュソウルモンスターを1枚回収。あ、強よ。あ、強よ。マジで。これ、相手のドロペでもうバーンダメージ打っちゃうか。で、5300しよう。で、ちなみに、リュウエンさんは、モンスターが特殊召喚されたら1200バーン与えながら除外するって効果と、魔法トラッパーが、発動されたらそれを除外して1200バーンって効果ありまして、で、これ1500バーンなんですよ。こいつが、相手に炎と地を自慢して、これ、だいぶ上振れてますよね、手札。で、1500バーン。1500バーンキッシュソウル。はい。で、相手のナイフは、3800。で、一応、ジャオロンも出して、はい。で、ジャオロン君は炎属性2枚見せると、バンキッシュソウルをサーチすることができるんで、まあちょっと一応、ドロー&ロックバードあるんで、あれっすね。ドローフェーズにやった方がいいですね。基本的には。で、これでバリウス持ってきて、まあ一応相手のカードを破壊する構えも整えておくと。バリウス。強ない？これマジで。3800だからね。あとね、ちなみにスノーデビル、龍炎、龍炎で勝ち。マジで。マジで効果ダメージの衣装できる。ゴーグルドラグスも、何？ミラカ？何？まあ、ゴーグルドラグスも除外しないよ、さすがに。一応除外したらワンチャンあるけど、もう死ぬかもしれないけど、相手。さすがにね、龍炎さんの、除外は、永続トラップとかフィールド魔法に打つのが一番強いですね。さあ、どうする？お前のライフは残り3800。何？草取りだバス。これってさ、カード効果発動し、いや、効果を発動した時なのか。まあでも、いつでも除外できるけど、これ効果発動しないんだよな、バースって。召喚される場合。これもう打つか。打とう。失勢龍炎さんの効果、そう、失勢龍炎さんの効果。相手の魔法ジックカードをゲームから除外し1200ダメージ。うわーっよっしゃ、あと2600いけるぞ。あと2600いける。マジでこれ実質先行ワンキルだ。実質先行ワンキル。わろた、やんやにシャトリラ王が除外してるだろ。きた、いけるぞ。さあ、てめえのライフはあと残り1400。さあ、どうする。ちなみに今スノーデビルが待ち構えてるぜ。なに。これマジで高価ダメージのみ勝利なんだけど。いや、びっくりした、破れた。いや、マジで先行暗記の実質これ。はいはい、どうぞ。いや、まあこれはいいや、いいいいいい。で、ここで打とう。で、バンキッシュソウル、スノーデビルの効果発動。相手に地属性と炎属性と闇属性を自慢し、めっちゃバーン。バーンバーンバーンって死ぬぞ。バーンバーンバーンって死ぬ。バンキッシュソウルなんでね。お、なんかあるぞ、相手。考えてる考えてる考えてる。え。苦し紛れだね。マットラブとかどうでもいいね。どうでもいいね。まあいいよ、通してあげよう。はい。さあ、除外されて、そして、バーン！モンスター特殊召喚。はい。ラゼン。はい。あい！やべ、最強ムーブだ。あー、まあ悪くはないんじゃないですか。これ、高校にしちゃ、まあまあ言うて、十分でしょう。手数は出そう。まあ、結局でフェンリルが、まあ、まあまあまあ優秀なんでね、これね。はい。まあ、フェンリルにはフェンリルをと言ったところですね、これね。はい。で、フェンリルにはフェンリル。はい。いいでしょう。流送権限。やるやんか。やるやんか。双剣か。いや、なんだかんだ強いんだよな。いやー、墓の致命者。これね、双剣もね、これなんか、たまに当たるじゃないですか。え、これ普通に強いです、このデッキ。いつ当たったって、これ普通に強い。このデッキ。一生強い。まあ、リュウエンさんは一生、純正剣なんだけど。まあ、奇遇ですね。僕も一応ね、双剣使いではあるんですよ。双剣、
姿勢龍炎さんをねちょっとあの出すデッキとはなってましたね。あーオッケー、やばアンテムワンの、いやこれ引かれたらやばいか、ワンドローで、でもこれさ多分アンテム見せるってことは双剣、あわかんねえか、で石章、はい石章と爆薬効果で、余計あまりにも余計なワンドロー、あまりにも余計なワンドローとあまりにも余計なサーチ、はいでこれ龍炎さんが引っ張られてきて、はいはいいいでしょう。でうざすぎワロッティング、あーでもこれ一応暗転捨ててくれたか、じゃあ暗転ワンチャン捨てられない可能性あるな、はいでこれ縛り入ってないから別にレベル10シンクロまたバロネスだな多分、いやまあ言うてつらいですよ普通にバロネス守備、はいで龍炎さん効果で1200万いった、てめえも効果ダメージの無償狙ってんのかセット、いやべ怖え、何そのセット、双剣暗転2枚目だけやめて、ラゼン、まあまあ強いな普通に、ハンドはまあまあ強い、とりあえずフェンリルは挨拶、フェンリルは挨拶、おはようございます、おはようございます、デクシトレフェンリルの効果発動、おはようございます、はい、ここで一応踏めた、一応踏めた、でかすぎる、で龍炎さんの、を除外して、効果が無効になっている石章はもう踏んでいく、であとクシャトリラフェンリルとバロネスだけ、もううるさいなお前、お前効果無効ってんのお前黙れ、魂燃やせステキュアソウ発動、これ闇か、これ闇見せか血見せか難しいですね、まあ、ちょっとヘビーボーガー出しに行くか、普通に打点抜いてるんで、まあ、これ通れば普通にバロネスを殴れるんで、まあ、言うて強いという話ありますね。でこれを出しに行く、でだこれドローしに行っていいな、ドローしに行ってよくて、でこの後にフェンリルが、まあ、効果を使ってくるか否かという話あるんだが、一応バリウスある、あーラゼンか、まあでもこれでフェンリル使ってきて、でバリウス出しますよで、バロネスって言ってきたら、あー言ってこない、なるほど、まあ、ラゼン召喚するしかないよね、で縦列でラゼン効果サーチで、ちょ縦列バロネスいるんでバロネス破壊したいんですけど、どうします、あーまあ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 、まあ、そうっすよね、まあそうっすよね、まあ、そうなんすよね、いやこれは出てくると破壊さ、じゃ破壊じゃ除外されちゃうからいいわ、でここでフェンリルの効果使ってくれたらマジで嬉しい、うるさいお前黙れ扱ってくれない、なるほど殴りか、一旦バトル入りまして、フェンリルとバロネスしょってから、まあ、ちょっと後ろわかんねえけど、とりあえずちょっとフェンリルで、フェンリル殴るしかないねこれね、はい、あー双剣暗転ではなさそうな気がする、双剣暗転ではなさそう、なんだろうな、無限法要とかですかね、ハッカーなとか、まあ、そっち系だと思いますとりあえず、で私めのターンになりまして、これでどうしよう、まあでもロックオブバンキッシャー出しておくしかねえよな、ロックオブバンキッシャーでマットラブ出しての展開だよな、とりあえず、ヘビーボーガーを一体変えて、いやーでもこれ無限法要だとちょっとめんどくさいか、でロックオブバンキッシャーの効果発動、手札からバンキッシャーバンキッシャーのモンスター一体を特殊、あっいけ、通る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 でかい、通るのでかいな、こうですね、で効果発動して、あーそこそれか、回避できるな、これ無限包容、そこは意外とありがたいぞ
そこあれなんじゃねえかな。え、ロックバキ社で対象取れないんだっけ。そのもんだよね。バリウスで、なんかそうガッツ、めっちゃガッツポーズして出てきた。まあそうですね、これ妨害になるのはスノーデビルぐらいしかないか。シンクロデッキだから普通に裏側趣味してもいいか。でやることね、これでんのな。まあ一応裏趣味にはできるんで、しかもあの関城さんではバリウス君超えられないんで、打点的に。だからまあ多分新しいモンスター出していくしかないんだけど、普通にその守備表示にするカードがめっちゃ強いという話ありまして、ワンチャンありますね。あ、でもあれか、ワンチャンあるっつったって守備表示しなきゃいけないのか、バリウスを。うざ、どうしよう。お前いいよ、殴れないけど大丈夫か。ロックオブバンキッシャー君の効果、あ、無効にし殴ってくるの、これ無効にし殴ってくる説はまあまあうざいな。え、相手何反動メイン2どういうこと、わからん。ちなみにロックバンキッシャーはなんか、あの他に VS がいると、打点が高いモンスターしか殴れないんで、今バリウスしか殴れないみたいな制約がかかってます、今相手にね。うらら召喚、最高エンドパニッシャーとか8、9、10、11。いやまあでもライフ俺の方が少ないし別にいいんじゃない。いや別にいいです。11シンクロ、いややばくないだろ、別に何も起こらないと思う。はい、11シンクロから最高エンドパニッシャー飛んできて、いや別にいいですけど、え、そいつさ出したところで何も起きんくねえか。何にも起きんくないか。特段さあ最高エンドパニッシャーからのセット、わからん、え、どういうこと、え、いやわからん、何がしたいんだ彼は。うぜえ。あ、そういうことか。なるほど、なるほどな、そういうことか。やべえ、めちゃくちゃ強引にライトニングストーン持ちに来た。なるほど、いやまあ出すか、手札から出す。まあライトニングストーンは守備表示のモンスターを破壊できないんで、いや違うない、これでまあラゼンか、ラゼン出します。オッケー、でライトニングストームでバリウスがぶっ壊された。でラゼン効果発動、やばい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 、時間がない、ベイブボーガーでいいんじゃないこれ。アドバンテージ的ボーガーでいいね。でボーガー出してワンドローまで入れましょう。はい、でボーガー効果でやばいよ、14秒しかないから。オーケー、よし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 、出よう。出ましょうか、これ出た瞬間、じゃ引いた瞬間出せんの強えな、危ない。炎じゃないからジャオロンは別にどうでもいい。フェンリル、危ねー、エンド、なるほど、やるやん、やるやん、素敵やん。まあバトルフェーズ入ってから普通に考えるか、ちょっと一回殴ってから考えよう。手札0枚だろ相手。はい、いやまあ多分大体勝った、多分これで。でこれで、いや時間ないので、ちょっと時間だけマジで注意しながら展開しなければならない。いやマスターデュエルさんさ、二次三次遊戯王祭の時はさ900秒でやっていただき、いただいていて本当にね素晴らしいと思ったんですけども、僕らにももうちょっと時間くれません、せめて400秒くれません、300秒マジ短いんですけど、マジで本当に平成初期の JK のスカートくらい短いわマジで。これちょっとやばいっすね、普通に時間ないっす。これやっぱね、高校まくりを考えている時が時間なくなるんだよな。だから高校だけさ、もうあと、まあ、先行はいいわ別に300でも、高校ちょっともうちょい時間くれんか、頼む。まあバレース出しとくか。はい、でこれでガッツポーズで、この炎で、ちょっとマジやばい、真面目にやばい。ちょスノーデビルでいいの、これやばい、ぐちゃぐちゃって気がする。でこれやば、いやわかんない、わからない、やばい、ちょっともうやってる時間ないわ。エンド、
くっそ、本当はバンキッシャー出したかった、バンキッシャーを出したかった人生でした。残り30秒です。ありがとうございます。1500番を食らわせましょう。もうこのデッキはそうバンキッシュソウル、よし、これでベビーボーカーが残れば解消ターンでバンダメージ殺せる、焼き殺せる。一応1番選んで破壊があるんで多分なんとかなります。これあビッシュだ、なるほど、天威竜ビッシュだ出てきた。でこれ破壊すれば勝ちか。バリウス効果、相手にカードを自慢して自慢して自慢して三属性自慢するとコマンドを入力、昇竜拳、よしマジでマジ時間ない、エンド OK。 もうちょっと一応頑張ってサーチ、タイムアウト負けあるよ、タイムアウト負けある、気をつけてマジでマジで危ねえ、マジで危ねえ、これなんか見せる手間あるから バンキシソウル、まあまあ、よし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 、危ない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 、マジでマジで危ない、900秒でいらして俺も。ゾズイゾズイゾジーあるから、まあ通れば時を割くモルガナイト、何あーあそっちのタイプか。いや言うてさ、これあれじゃね、結界像か、あれやね、なんだっけ、あの裏趣味するやつあるからワンチャンあるな。あ、そうか、サーチ入んのか、うざ、やべ、ちょ、ミスった、あ、ミスってもねえか。殴ります、ちょ、何その伏せカード、ちょ、伏せカードによるな。まあでも言うて、まあ裏趣味にして、ま、なんかその逃げることできるから、アームズコール、なるほど、アームズコール、月神の盾、きっしょ、なるほど。これは裏にすればいけますね。これ相手のモンスターを裏にすれば、誰誰止まらない、ラゼン逃げろ、ラゼンラゼンラゼン、なんでよりによって豪雨の結界像なんだ、豪華の結界像であればステークラソロでワンチャン炎属性が出せたのに。インスペクトボーダーに装備して一応デュランダルを叩き割って次のラゼンを持ってくるしかないぜ。え、やばくないですか、これどうやって、あ、でもあ、トラップカードあんのか、ワンチャン、ワンチャントラップで、トラップ引いたら全部ぶっ壊せるからいけるかもしれない。ちょ、いい加減にしろ、マジでいい加減にしろ、ちょ、そろそろ引けよ、カモン、おい、ふざけんなふざけんな、マジでふざけんな、マジでさ、このさ、ところてん方式わろた強ない、これちょ、もうさ、モルガナイトでさ、そのさ、激強モンスター並べるのやめません、争いは良くないと思います。モルガナイトってさ、マジでさ、誰が一番キモいモンスター並べられるか選手権なんだよね、このカード、本当に本当に良くない。